外見がさらにいいことを汚くなってしまう NG 行為、自由を履き違えると大変。犬の行きたい方向へ散歩する。毎日の散歩は犬にとってめっちゃ楽しいイベントやねん。でも散歩は歩き方によってはあなたの言うことを聞かない犬に育ててしまうことにつながる危険があるねん。散歩の時に犬が嬉しそうやからって犬の行きたい方向へ引っ張られるままついていってない？歩くスピードも犬に合わせて小走りになってたり、曲がるところは犬任せになってたりしてない？こんな散歩を続けてたら犬は自分が要求するとあなたがついてくるって学習してしまうねん。だからあなたがスピードを緩めようとしたり方向を変えようとしたりすると、こっちやでって反抗してあなたに言うことを聞かせようとするようになっていくねんで。犬を構いすぎる。可愛い愛犬を常に見てたい、触ってたい、抱っこしてたいっていう気持ちは犬好きなあなたなら理解できるやんな。でも犬との接し方には少し注意が必要やねん。常に犬の動向を伺い、遊んでほしそうやったら遊んであげたり抱っこしてあげたり、おやつをおねだりされたらちょっとあげてしまったり、あなたの愛情ゆえの行動が実はいいことを聞かない態度につながる恐れがあるねん。犬が構ってほしそうなら構ったり、おやつが欲しそうならすぐにあげたりっていいように、犬の要求にすぐに応えてしまってるねん。これが続くと散歩の時と同じで、要求すればあなたが何でもいいことを聞くって学習してしまうことにつながるねん。この要求に従わない場合、なんでいいことを聞かへんねんって愛犬が怒って反抗する行動を起こすことがあるから注意が必要なんやで。褒める、叱るのメリハリがない。いいことをしたら思い切り褒め、あかんことをしたらしっかり叱るっていうメリハリのあるしつけは犬も覚えやすいねん。でも愛犬が可愛いがゆえに、しっかり叱るべき大事な時にあなたはきちんと叱れてないかもしれへんな。破壊行動や盗み食いなど、場合によっては犬の命に関わることもあるねん。また人の手に歯を当てる行為とかは家族だけじゃなく、他人に危険を及ぼさないためにもやめさせないとあかんねん。叱って教えてあげることは愛犬の命を守ることにもなるねん。でも可愛くて叱れない、いたずらをしても困ってるだけの状態が続くと、犬は何をしても叱られないって学んでしまい、問題行動をエスカレートさせていくようになるんやで。反抗心を煽ってしまうダメ行動と対策。犬がいいことを聞かなくなったからって急に大きな声を出したりリードを引っ張ったりしても逆効果になることが多いねん。人間はこうすればいいことを聞くって学習してる犬にとっては、人間が反抗してきたって感じるから余計に自分の要求を通そうとしてくるねん。散歩中リードを引っ張って力ずくでいいことを聞かせようとすると、犬はその力に反発してなおさらリードを強く引っ張ろうとするねん。吠えたり噛んだりしたからって悲鳴を上げたり高い声でやめてって言ってもその声にさらに興奮してしまうねん。犬を叱るときは短い言葉でその瞬間を見逃さずしっかり叱ってあげてな。散歩の途中でいいことを聞かなくなった場合は散歩を中断する、引っ張らなくなるまでその場を動かないとかの方法もあるから、好き勝手な要求を通さないってことが大切やねんで。まとめ。犬の行きたい方向へ散歩する。犬を構いすぎる。褒める、叱るのメリハリがない。反抗心を煽ってしまうダメ行動と対策。思いのまま自由に過ごさせてあげたいって思うやろうけど、愛犬を守るために一定のルールは教えてあげてな。